どうもクッキーです。アンバサダートウエです。そしてクレヨンしんちゃんです。おらしんのすけだぞ。予想よりめっちゃうまかった。うまいな。はい、もっちゃんねるのもっちゃんさんです。お願いします。お願いします。おい、すごい、すげえ。いつからそんなうまくなったんですか？生まれつきです。生まれつき、すごいですね。すごっ。しんちゃん好きですか？しんちゃん好きです。どういうとこ好きですか？お下品なのに、うん、まあ、映画とかになると泣かせてくるじゃないですか。あ、確かにね。そこがやっぱ好きですね。そのギャップがね。ギャップがいいですよね。ただそうやって楽しく感動させられるクレヨンしんちゃんの話なんですけど、はい、ちょっとね、とある都市伝説を4つ今日はね、一挙にご紹介したいんですよ。お、都市伝説。そうなんです。ちょっと怖いんで、苦手な方はちょっとやめた方がいいかもしれない。そんな怖い話しんちゃんにあります？あります。じゃあちょっと一つずつ言いますね。はい。一つ目のクレヨンしんちゃん都市伝説、ミサイの妄想説。ん？はい、知ってますか？どういうことですか？しんのすけはひまわりを助けるためにトラックに轢かれて亡くなる、うんうん、息子を亡くしたショックからミサイは物語を書き始める、うんうん、しんのすけの遺品とノートクレヨンで綴られる物語、それがクレヨンしんちゃんである。実は本当に有名な作品でも裏設定っていうのがあって、はい、表には出てないけどもそうだったのみたいなものってあるじゃないですか、うん、例えば本当に事実としてはひょっこりひょうたん島って死後の世界とか言われてる。これは公式の設定なんですよね、うん、クレヨンしんちゃんにもいろんな裏設定があって、その一つが、まあ、ミサイの妄想によってクレヨンしんちゃんの物語は、まあ、なってるんじゃないかと。どうですか？それはなんかほのめかすようななんかあるんですかね。あー、でもどうでしょうな。でもクレヨンっていうなんか、確かにね、必要性のないタイトルがついてたりとか、でしんちゃんもああいう性格だからどうなんだろうと。ちょっとね、一般から見たらちょっとおかしいキャラじゃないですか。確かに。だからミサイルの中の思い出としてああいうキャラを立たせてるのかなとか。ああ、なるほどなるほど。怖いですね、もうそうだったらねえ。じゃあ二つ目いきますね。はい。白はガンで捨てられていた。白はご存知ですか？もちろん。はい、ペットのあの可愛らしい犬なんですけども、うん、まあ、内容としましては捨て犬だった白をしんのすけが拾ってきたというのは、まあ、公式設定なんですね、ここは、うんうんうん、で都市伝説では白がもともと飼い主に捨てられた理由はガンだからというふうにされているそうなんですよ。え、重い病気にかかったことで面倒になったので捨てられてしまったと。はい、この辺は知ってますか？知らないですね。はい。あー、すっごいガンやったんですか？ガンすごい一気に悲しい話になりました。そうそう。で、本当のとこどうなのと。で、シロが捨てられた本当の理由は飼い主が病気にかかったから。飼い主がガンになったんですか？そう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 。だから、あながちね、まあ、ガンかどうか知らない、病気になってたと、うん、だから、たくさんのこうやって都市伝説が存在するんだけど、ちょっとネガティブでしょ、なんか、うん、ねえ、もしシロがガンだったらちょっと怖いじゃないですか。いや、怖いですね。ねえ、じゃあ、サクッと3つ目の都市伝説。はい、はい。ミサイは元声優で、ヒロシはそのストーカー。やだー。これ結構有名だと思うんですよ。やだー、はい、ミサイは元声優で、ヒロシはそのストーカー。二人の馴れ初めに関する都市伝説なんですけど、はい、結婚する前、ミサイは実は声優、自宅で役の練習をしていたところ、いやらしいシーンの声が外に漏れてしまいます、うんうん、その声を偶然聞いていたのがヒロシ。ほう。この出来事がきっかけでヒロシはミサイをストーキングするようになり、後にミサイと結婚するようになった。いやいや、そこおかしいでしょ。おかしい。いや、え、二人って同僚じゃなかった？同じ会社じゃないんでしたっけ？あ、でしたっけ？違うのかな、違うかもしれない。あ、そういう設定ですか？でも、同僚だったとしてもなんかたまたまストーキングしちゃうみたいな。いや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 、だってね、YouTube 一人で撮ってて、で、それがきっかけに付き合います？なるほど。いや、びっくりするでしょ。あるかもしれないですよ。怖っ、はい、怖っ。でもなんかクレヨンしんちゃんの話って、うん、しんちゃんの絵が急に爆発しちゃってる、明日なくなっちゃったりとかもするわけじゃん。びっくりしましたね。そうそう、だからそういうなんかありえないことが起こる世界だから、もしかしたらありえそうみたいな。あー、ミサイが声優しようっていうのはどういうことなんですかね。ねえ、この辺もちょっと謎なんですけど、僕もこれちょっとね、いろいろ調べたんですよ、はい、発表するにあたって。でもこれ一番なんか出てきた、ミサイって言ったら声優って出てきたりとか。なるほど。そう、じゃあ最後4つ目の都市伝説いきますね、はい、作者の衣装。4つ目の都市伝説は作者の衣装、クレヨンしんちゃんの作者である臼井先生に関する都市伝説です。2009年に不慮の事故で亡くなられた臼井先生、うん、多くのファン、人々に衝撃を与えました。放送中の国民的アニメの作者の訃報ということもあって、連日大々的に報道されました。で、その報道の前後でネット上に遺書とされる画像が出回り始めます。真っ赤な背景に歪んだ文字、母ちゃん、暇、
マサオくん、トウちゃん、シロウ、姉ちゃん、ボウちゃん、風間くんなど登場人物の名前が書かれています。そして歪んだしんのすけの横顔のような絵が書かれます。こちらです。怖くないですか？怖い。え？めっちゃ怖くないですか？怖っ。ちょっと悪質ないたずらにしてはちょっとタイミングが不気味ですよ ね。これが実際に出回ったのは事実なんです。へー。この不気味な画像が臼井先生の遺書ではないかという憶測が流れています。画像で出回ったのが訃報の出る前だったことから噂はどんどん広がっていきましたということです、ね。でも事故死って言われてましたよね。事故死って言われてます。まあね、事故死はもうたまたまだとしても、まあ、この遺書が出てくるっていうことはちょっと怖くないですか？そのタイミングでっていうように、しんちゃんにも結構怖い都市伝説がたくさんあるんですよ。どうですか？今のが一番なんか現実と紐づいてるだけあってちょっとゾッとしましたね。これ本当に僕もたまたまパッと開いた時にちょっとすぐ消したもんね。そうっすよね。それがちょっと怖かった。どうですか、今日の4つの中で何が一番怖かったですか？いやもうラストですね。ラストですか？はい、はい、もっちゃんは、はい、ラストです。はい、実はですね、この今紹介した4つの都市です全部嘘でした。まあ、良かったです。はい。ただね、その4つの都市伝説、本当にね、いろんな方がね、ブログで書いてたり、アップされてたり、どれも本物なのって誤解しそうな内容なんですよね。で、1個ずつ今は検証されて、嘘なことが判明してるんで安心してください。という感じです。だから世の中に転がってる都市伝説は本当に嘘もたくさん多いんですけども、本当に人気アニメだから裏設定ってあるんじゃないかとか、いろいろ勘ぐっちゃうじゃないですか。だからちょっと怖いですよね。もっちゃんその最近あの映画の評論とかもやってるじゃないですか、はい、だからアニメとか映画でちょっと怖かったなっていうのは何かありますか？アニメとか映画で怖かったなと思うんですか？はい、まあ、ちょっとまあ内容ずれちゃうんですけどいいですか、うん、はい、あのクレヨンしんちゃんも最近映画をやってたんですよ、うん、あのヒロシ新婚ハリケーンやつで、それを見に行ったので、うん、この今私は今この話を聞いてめっちゃ怖くなってました。おなるほどなるほど、はい、確かに確かにそういうちょっと怖くなる。そうですね、はい、ストーカーでしたよね。どうしようこの新婚ハリケーンみたいにすごいヒロシとねミサイが仲良くしてるんですけど、うんうん、ヒロシがさらわれちゃうんですよ。そうですね、さらわれて、まあ、ミサイとしんちゃんが助けに行くんですけど、これも全部ミサイの妄想だったらどうしようってなってました。おそれは怖い。怖い。はい、いいですよね。なんか僕はすごい今ドッキリにかけられたような後味の悪さを覚えてるんですけど。どういうことどういうこと。いやもうそのまんまの意味ですね。全部ほんまやと思って聞いてたんで。あ、なるほど。そう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 。なるほどなるほど。なんでやって感じですね。はい、鳥肌ポイントは100点です。もっちゃんさんのモノマネがうまい。ちなみにぼーちゃんのモノマネもできます。え、どう？都市伝説怖い。うまい。めっちゃうまいですよ。多分あとねねちゃんと風間くんも練習者できそうですね。頑張ります練習。ただクレヨンしんちゃんに関する本当に都市伝説とか怖い話は事実ベースとしてまだ僕を持ってるので、もし興味ある方は高評価してください。はい、チャンネル登録もしておいてください。で、僕たちあのもっチャンネルの方のチャンネルにもあのゲスト出演しますので、ぜひ見てください。もしくは概要欄見てね。それでは、See you! Bye!